皆さんこんにちは、阪急メンズ東京プロセールスの高倉でございます。皆さん今ここがどこだかお分かりになりますでしょうか。こちらはですね、阪急メンズ東京地下1階のアンダーウェア売り場でございます。皆さんこちらお越しいただいたことありますでしょうかね。うちの特徴なんですけれども、こういったですね、さまざまなカラフルな、アンダーウェアが並んでおります。ぜひね、一度お越しいただければと思うんですけれども、今回はこれにちなんでアンダーウェアの選び方というものをですね、皆さんにご紹介できたらなと思っておりますので、ぜひ、ご覧くださいませ。ではここからは早速ですけれども、アンダーウェアの選び方についてお伝えしていこうと思います。皆さんアンダーウェア選ぶときどういうふうな考え方をされてますか。まずは形からお伝えします。まずはこちらトランクスですね。僕も中学生ぐらいの時は正直履いてました、ね、こういうような、いわゆる不白と呼ばれる、シャツの生地のようなものですね。こういった形で非常に通気性が良くって、あとはこういうボリュームのある形なのでストレスフリーですし、そういった部分がすごくこう通気性がいいというのがポイントになります。ただしなんですけれども、最近細身のパンツが少し増えてますので、そういった場合にこう中にこちらを履いているとちょっと中でぐしゃぐしゃっとなってしまうので、そこが要注意かなというふうには思います。続いてはこちらブリーフになりますね。見てお分かりの通り、かなりこう面積としては少ない、肌の露出が多いタイプになります。なので通気性は非常にいいんですね。で、一方でやっぱりこういうお尻の部分ですとか、ちょっとね、パンツの生地とぶつかって少し汗がこう気になるとか、そんな方もいらっしゃいます。ただ通気性は非常にいいので、お好きな方は非常にもうこれをずっと愛着されている方も多い、そんなアイテムになりますね。続いてはこちら、ボクサーブリーフになりますね。今はもうこいつが主流と言っても過言はないんじゃないでしょうかね。やはりこちらホールド感、適度なホールド感と、あとはこちらですね、ももまで覆うように素材が来てますので、抜群の安心感なんていうところがこの人が支持されている理由なんじゃないでしょうか。続いては素材編になりますね。どんな素材があるのか、まずこちらを例にとっていきますと、こういった伸縮性のあるポリエステルですとかナイロンといった素材ですね、吸水性ですとか速乾性があるのがポイントです。あとはポリエステルナイロンというものは非常にプリントがしやすいんですね。なのでこういう、柄のものですとか、結構デザインにこだわりのある方はすごくおすすめです。あとは何といっても洗濯して乾きやすいのはポイントですよね。続いてはこちら綿素材ですね。綿素材といっても先ほどのトランクスのような不白のシャツの地のような生地のものもあれば、こういう伸縮するものというのも、ございます。こちらに関してはやっぱり綿独特の吸水性の良さですよね。やっぱり肌着は綿なんていう方もいると思います。実はね、僕もやっぱり汗吸ってくれる方がいいので、どちらかというと綿派になりますね。その分なんですけれども、ポリエステルですとかナイロンと比べるとちょっとやっぱり耐久性には、劣ってしまうので、長持ちさせたい方にはポリエステルナイロンの方がいいかもしれませんね。こちらが番外編です。よく言う方多いんですけれども、ここのねゴムのベルト、あれがこうきついっていう方結構いらっしゃるんですね。で、そんな方向けにこんなものもあります。いわゆるゴムがないタイプですね。なので逆にここにホールド感が欲しいなっていう方にはちょっと難しいかもしれません。僕はねホールド感派なので、こういうのよりはちゃんとこうここにゴムがついているタイプが、好きですね。でさらに言えば、ここの部分が切りっぱなしにこの商品はなっているので、
ちょっとこうタイトめのパンツなんか履いてここの線を出したくない方、そんな方にもこちらはおすすめの商品です。そして番外編その2、こちらですね。これ素材どんな素材でしょう。実はねこれ包帯と同じ作りをしてるんですね、この包帯です。なので肌当たりがめちゃくちゃ良くてですね、しかも、伸縮性にすごく富んでいて、こうやって見ていただくともう手が透けちゃうようなそんな薄さなんですね。なので非常に通気性もあって、履きやすいところが僕のおすすめポイントになりますね。というわけでいろいろ今アンダーウェアを紹介してまいりました。形であったりですとか、素材であったりですとか、そんなところを皆さんにご紹介、していきましたけれども、どうでしょう、僕はブリーフ派、僕はボクサーブリーフ派なんてね、いろいろこうこれを見て考えていただいた方も多いかと思います、ね。まあ、これ派ということでなくても今日はこれを履くですとか、 TPO に応じて履き替えていただくことも全然それはありだと思います。ぜひ地下1階の阪急メンズ東京アンダーウェア売り場でご自身に合ったものを探していただければと思います。プロセールス高倉ですか。